今回、速報をお伝えしていきたいと思います。ゆなさんからです。かぶくんこんばんは。今日はサガアリーナ一般販売の到落発表でした。結果、2日間ともチケットがご用意されませんでした。まあ今回はっきり言って当たる気がしませんでした。うん。まあのたまわりの天井石で、えー、見れただけでも奇跡でした。 巻き惜しみ。横浜のチケット、これからも参戦します。いや、残念でしたね。なかなか厳しかったですね。うん。はい。というわけで、今日は、坂アギリ,リナ一般到落日でしたが、皆さんどうでしたかねうん。一般販売2回目ですよね、ですかね。うん。えー、ハニープーさんよろしくお願いします。なんかいっぱい情報が来て溢れています。溺れてますか溺れてます。 えー、佐賀一般抽選発表で、ね、湧いていますが、石油製横浜チケットキャンペーン、西川さんの新商品キャンペーン、あえら、表紙、内野譲るを全力応援って感じですね。アナさんも、えー、再度動画を上げ直してくれましたし。はい。ということだそうですよ。うん。あ、テラさんから、あ、これはテラさんですね。 さんよろししくお願いいたします。今日も羽生選手の新しいビジュアルがたくさん見れました。ようこからもお知らせがありましたが、あいらの表紙、一言言って美ですね。未公開の写真も載るんで楽しみです。えー、足のさんからは、低脂肪、高タンパク、ビタミン豊富な、えー、アミノピザの紹介で、ピザを持って微笑む羽生えー、微笑む、かわいい羽生選手が、うん。 お腹空いてきました。さらに、虹川さんから、美容睡眠クリスマスキャンペーンで、ピロケースのセットを買うと、羽生選手のボイス付きのクリスマスカードがもらえるそうです。数量限定。なるほど。こちらのビジュアルも、頬に手を当てて、悩ましい表情の羽生選手。毎日、羽生選手といろんな情報が来て嬉しいです。うん。もうすぐお誕生日。もうすぐお誕生日ですね、確かに。えー、あ、さっき CS テレアチャンネルを見たら、リプレイの CM が流れてましたよ。 思わず、キャッキャーって騒いでしまいました。はい。ということらしいですよ。網のピザ。なるほど。羽生くん、微笑んでたらしいですよ。うん。はい。ゆんまま様よろしくお願いします。これ、速報の話でしたかね。結構、羽生くんかになっちゃいましたね。かぶくん、ベルちゃんって懐かしい。うん。<laughs> ベルちゃんは言葉遣い悪かったけど、粘着質じゃなかったですね。確かに。ひたすら姉さんが好きなだけ。 最後の方は、もはやカム君とのコントに用意したし。うん。確かにですね。粘着してたなかった。確かに。うん。ところで、佐賀公園は落選ですと。まあ、一日目は落選、当選をしてるんですが、遠征なしなんで欲張っています。理性でまで頑張ります。はい。ということですね。でも、一日目は当選をしてるんですよね。ってことは、あれか。他の日を取ろうとしたのか。なるほど。 うん。ですよね。マ、まあ、サー公園ですもんね。初めての九州ですからね。何がともあれ。うん。はい。羽生くん速報、以上になります。ありがとうございました。